いただきます。ポクシュ、うまい。こうやって食べるのがうまい。 Good morning。 はい、ではね、今日もスケボーしに行きたいと思います。知らないかもしれないんですけど、スケートボードのデッキってジャガイモから作られているんですよね。なんですけど、今の環境だと食料生産は持続可能ではなくなるので、スケボーはいずれなくなります。だから今のうちにデッキを食べておくといいと思うんですよね。はい、今日はね、もう10人ぐらいのスケボーの友達と集まってスケボーしようぜっていう話をしたんですけども、せっかくこんなねメンバーが集まるなら久しぶりになんか違うことでもしようということで、今日はまずこれから、バーベキューをみんなでしたいと思います。でその後に多分ね一緒にまたスケボーをして遊ぶみたいな感じなんで、まあそのね多分楽しそうな一日を軽く撮っていければなと思います。ではとりあえずまずはバーベキューに行きます。シュイ。さあしっかり測る。アンドテンクもいます。どうやって帰るの？なるんです。これってお尻ですよね。今日はね特別ゲストの方が来てくれています。でれん、ひろゆきさんです。あ、どうも、ひろゆきです。今日は一緒にスケボーしましょうね。この前ちょっと聞いたんですけど、僕のおばあちゃんスイッチトレできたらしいので、僕も多分センスあると思うんですよね。でもスケートボードって板に4つの車輪がついた乗り物で、片足で地面を蹴って進むんだと思うんですけど、片足に負担がかかるので、なんだろう、歩いた方が楽じゃないですか。すごくスケボー楽しみにしてそうですね。最初僕ちょっと練習しとくんで、見ててください。あ、わかりました。その前にちょっとストレッチします。脇しましょう。1、2、3、4、結構これすごくするんで。それなんか意味あるんですか？こうしたら太もも上がりやすくなる。それってあなたの感想ですんで。よし。やっぱりねストレッチをすると怪我も防げたりね、すぐに体が動くんでめちゃくちゃおすすめです。なんかそういうデータでもあるんですか？マニュアルします。なんかおいら顔でかくないですか？マニュアルを頑張ります。今ハーフキャブからのテールマニュアルやっていたと思うんですけど、そこにグリッド回転入れる必要ってありますか？効率悪いと思うんですよね。すごく当たり前のことだと思いますけど。じゃあやめますか。大学芋って大学で作られていると皆さん思ってるんですけど、実は違うんですよね。
いやめちゃくちゃうまかったですね。そうですね、はい、ねえ、あ、今不思議になった。なんだろう、階段って人の歩幅に合わせて作られていると思うんですけど、それを使わずに飛び越えるって頭悪くないですか。俺らは歩いてくなります。それがどうして理解できないかわからないんですよね。結構しっかりこけるんですね。こけ方が受け身取ってねえもん。これはオイラの考えなんですけど、スケーターって結構泳ぐの人多いと思うんですよね。何度こけても立ち上がってバカみたいなんですけど、なんだろう、結構かっこいいですね。僕の彼女というか妻というかサイ君というか奥さんもかっこいいって言ってました。あーやべ、惜しい。あセッチヒールめっちゃうまいですね。あのキャッチもビタビタでミスで着地していて安定感も抜群でした。やばい。それってあなたの感想ですよね。ひろゆきさん今のどうでした。俺らに何度も挑戦するかっこいいところを見せてる時点であなたはオイラのことが好きだと思うんですよね。僕のこと好きですか。はい、歓迎で答えてください。スケボー一緒にやりましょう。はい、あのそんな近づかれるとキュンキュンしちゃうじゃないですか。なんだろう、別に照れてるとかではないんですよね。楽しかったですか。いや、思ってたより楽しかったです。乗るのは怖いんですけど、滑ってる時はめっちゃ気持ちいいです。そんなことよりオイラのこと好きですよね。好きじゃないとか嘘つくのやめてもらってもいいですか。背中に食い込む感じ。背中かよ。今日のスケボーはどうでしたか。スケートボードって危なくて怪我もするので、やってる人は全員バカか無能な人と思っていたんですけど、コミュニティや自由で自己表現ができるところが魅力なんだと実感しました。日本人ってすごい周りの目を意識しすぎているので、もっとスケートボードみたいに自由な生き方もいいと思います。全員スケートボードを買って始めるべきです。買えないなら生活保護もらってください。という感じで今日はひろゆきさんと一緒にスケボーできました。ではね、また機会があれば一緒にねスケボーしたいと思います。では移動します。帰りましょう。はい、ね、そう、ディズニーのお土産欲しかったやつ。なんかどう思うわけ。え、ディズニーのお土産だし。うまい。ではいただきます。うまい。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりラーメンの後はアイスに限るということで。たらー、危ない。うん、うまっ。ひろゆきさんも食べますか。ひろゆきさんも、はい。あのアイスって動物のクソからできてるんですよね。僕普段ビールしか飲まないので大丈夫です。ケーキの胸元に虫がいる。近っ。ちゃんといるよ。取ってよ。カードつきたよ。バイバイ。じゃあね。バイバイ。バイ。またです。またまた。いいっすか。スプリン。はい。ちょっと場所変わっちゃったんですけど、今回の動画ね、こんな感じで一緒にスケボーしたっていう動画でした。ではね、最後にせっかくなんで締めてもらいましょう。お願いします。皆さん、いいね、登録とコメント絶対してください。スケボーって最高なので、他の動画も見てもらって、途中で締めないでもらってもいいですか。